さっき申し上げた日本元気プロジェクト2015スーパーエネルギー、このスーパーエネルギーというのはつい私たちはクールという表現等などでコンピューターが使ってとかロボットを使ってとか、なんかそれがどんどん探されているような感じするんですが、一番強いのは人間の心、人間の意志、それがすごいものを未来を全部作り上げるというふうに思っています。ということで、それをまあ分かりやすく言うと元気とラブを浴びてほしいと、こういうキャッチフレーズになっています。それで私は一体何をやってる人なのと言いますと、ここに書いてありますが、日本元気プロジェクト2015、そしてまあスーパーエネルギーという今回のこのタイトルですが、私が普段やってるのはファッションももちろん表現の手段、表現の一つとしてやってます。ところがこういうショーでも何か伝えようとしてます。でおそらくこういうタイプのクリエイターは私一人しか世界中にいないと思ってます。もっとそれ以上にこの元気という、これをまあどう訳すか難しいところですが、元気という衣、元気というファッション、これって一体何だろうか。一つだけないのは、心が元気になるのは一体どうしたらいいのと。でこれを私は自分の活動で見つけたいなと思ってます。ですのでいろいろやってますが、やってることは簡単で、単純に服のデザイナーで、今日もまあ若い人たち、子供から大人まで一緒になり、いろんなジャンルの人とこうやりましたけど、何かしら、その彼らの症状とか存在で元気なものが見つかりかけたかなという感じがしています。新しい時代に新しいその素材を開発するというのはもちろん重要だと思ってますが、簡単に言えばファッションが、果たしてどうなのと、話が元に戻っちゃいますけど、ということで、素材だけに関して言えば一番こう新しいものを取り入れようと思っています。今まで優位だったのがヨーロッパであり、欧米が良かったんですけど、それで今アジアがどんどんこう落ちてきたと。こういうタイプの日本、昔あったクレイジが宇宙的なものをやるとか、サンローランがそれに対してモンドリアンルックをやるとかみたいな、もうそういう競い合いではなくて、
もう一人一人のデザイナーが完全に自分のコンセプトを作り上げてやっていくという時代になるだろうと思って、そういう意味で言えば私は非常にラッキーなことに自分の生き抜く道が見つかっておりますので、まあ、これをひたすらやるということです。